こんにちは、ひとです。今日はためにためまくりすぎてちょっとやる気がなかなか起きなかったんですけど、ついに今日から北海道からトレジャーがコンサートジャパンツアーが始まるということで頑張る。こんな量になっちゃってね、はい、収納頑張っていこうと思います。まずはちょっといつも通りダブルスリーブやってないものがまだあるんですけど、私はトレカは全部ダブルスリーブで収納しているので、全部ダブルスリーブになってないものたちはダブルスリーブしていこうと思います。はい、ちょっとパッとやります。はい、とりあえずスリーブ全部入れたんですけど、全部じゃない、頑張って入れたんですけど、ちょっと量がスリーブの枚数が足りなかったので、この MD 関連のものはまた今度ちょっと別のものと一緒に収納動画を撮ろうと思います。一旦置いときます。なので今日はアルバム関連とか、あとはずっと置きっぱなしにしてたここら辺のおんぐりとかまでにします。ということで、いろいろあるんですけど、次いつものステップですね。ちなみにこの20スリーブだけで10分ぐらいかかってるということで、次は硬質ケースに特典を入れていこうと思いますが、タグアルバムも硬質ケース入れた方がいいかもなとか思ってたら、こんな量になるんですよ。だから全部が全部入れられないので、ちょっと自分的にちゃんと保護したいものとかだけ化けようかなと思いますので、ちょっとそれもカットするかな。20スリーブもカットしてると思うんですけど、硬質ケースも多分カットすると思いますが、はい、ちょっと自分なりの基準でやってみようかなと思いますもう疲れたなすごいな、スリーブもう200枚ぐらい使ってるんで、多分すごい量なんでしょうね。数えてもないけど、ちょっと硬質ケース入れていきます。硬質ケースを50枚くらい剥ぎましたので、入れていこうかなと思います。そう、なんかこれでもね、タグアルバムだけ入れても5人分ほぼコンプじゃないんですけど、5人分大体集めてるので20枚ぐらいいるなと思って、とりあえず50枚ぐらい剥ぎましたので入れていきますよいしょ、入るな、よかった。タグアルバムちょっと分厚いんでね、どうかなって思ったけど、ちゃんと入りますね。よし、北海道ね、今もういるんですもんね。私は前の動画でもちょっとお話しした通り、若干トレジャーのコンテンツから離れながら生きてるんですけど、生きてるのでそっか北海道にいるのかっていうのを、本当についさっきツイッター上でね、仲良くさせていただいてる方もいらっしゃるので、その方とかがツイートしてるのを見て、あ、そっか、もういいのかみたいなのをちょっと実感しましたね。みんな健康にツアーが終えられると、なかなかのハードスケジュールだと思うので、ママとかも出ますよね。やばいですよね、本当にだけが心配ですけど、いい思い出になるといいなって思いますね。みんなにとってトレジャーもそうだし、トレジャーのことをずっと待ちわびてきたトゥメ私たちにとってもいい思い出になるといいな、いろんなことがあったけどって思ってますけどなので、みんな楽しんできてくださいね。それぞれ参加するところあると思います。私は最短、一番早く参加するのだと、どこだったかな、愛知、名古屋
かな、確かそうだった気がします全部一応友人というか一緒にトレジャーを応援してきた子たちと参加する予定なのであれなんですけど、もし会場でねお会いできる方がいたら楽しくお話でもねできるといいなって思います。一応名古屋とあと神戸とどこやったかな、あと最後か東京のツアーに参加する予定です。よし、タグアラも終わった。次これだよな、どうしようかな、ちょっと考えながらやりますはい、ちょっとじゃ あ個室ケース入れました。個室ケースの量が結局あと20枚ぐらい入で70ぐらいかな使ってると思うんですけど、ちょっとさすがに足りなかったので、特典は日本で買える系のもの、これ多分ウィバースジャパンで、これミューモで、これ YG の特典だけどタワレコでも購入できたのでタワレコなんですけど、それ以外のものを個室ケースに入れるみたいな感じに一旦しましたが、ちょっと後々買えるかもしれませんです。ということでやっとこさ収納していこうと思います。よし、じゃあ、まずこれですね、タグアルバムの封入なんですけど、まあ、これコンセプトでとりあえずこれはまあ全員あるので全員入れていこうかなと思ったので、ちょっとこれはまず一番初めに入れていっちゃおうかなと思います。順番どうでもいいんだけど、4枚っていうのがまたなんか微妙ですよね。3枚だったら入れやすいけど、あんまり気にせずちょっと入れていくか。仕方ないよね、こんな感じで入れていくか。コンセプトごとに入れてった方がいいかな。コンセプトごとに入れよう。やっぱりコンセプトごとに入れます、メンバーごとというよりかは。はい、コンセプトはこんな感じで入れました。次ですね、次はじゃあアラムの封入たちを入れていきます。封入は集める枚数を減らしていきたいなと思っていた事情があったんですけど、まあ、なんやかんやで結構集めたんですけど、一旦バインダーに入れておく分は ヒョンソク以外は基本各1で、ヒョンソクは好きなビジュアルが今回はベレー帽だったので、ベレー帽だけ3枚で、それ以外はまあ2枚ずつこんな感じで縦に入れていく感じにしようかなと思いました。この色の順番には特に意味はないですが、まあ、ヒョンソクがこんな感じで初めは入れてるので、青水色オレンジ黄色にしようかな、そしたらっていう感じです。はい、こんな感じで収納していこうと思います。そう、こんな感じですね。ヒョンソクさんはね、ベレー帽がやっぱ可愛いですよね。あとあれだ、これもあるんだな、そういえば。どうしようかね。これで最後にまとめて、どうしよう。何枚あるんだろうこれ。あ、デジパックもあるのか。
いろんなものがあったわ。そしたら、まあデジパックとこれと入れたらその続きで電源とかも入れていこうかなと思います。バイナー持ってきたので入れていって終わろうと思います。これが、ジクチンの時のやつですね。ジクチンをすっ飛ばして、よいしょ、ここに入れていこうと思います。はい、入れました。続きでね、入れていったんですけど、まずここからですね、コンセプト、さっきお見せしたやつを4セットてか、4コンセプト1セットずつ入れていて、で、まあ、推しのヒョンソクから、で、推しのヒョンソクからこんな感じで、ヒョンソクの続きデジパック系ですね。で、ジュンギュ浜田さん、風にデジパックという感じでみんな入れております。ホジョンですね。で、裏にジョンとホジョンが、ちょっとお気に入りのジョンがいます。ここからペアコーナーでペアトレカたち、まあ、いつかねコンプできたら追加で入れておこうと思います。で、タグアルバムですね。タグアルバムが、ヒョンソクから年齢順に自分の推しのメンバーで集めたものたちを入れております。で、特典はちょっとジクチンもね、特典が大量になったので、それの後にこんな感じで、日本の特典たちから入れていて、で、ここから硬質ケースゾーンですね。A タウン特典、 YG 特典で、リバースグローバル、メイクスターとかミュージックアートで、アップルードで入ってます。やっぱこうやって入れると、やっぱジクチンの時に比べると結構まあ全然抑えられてないけど、封入収納した量的には少ないなっていう気はしますが、パンパンだな。でも、パンパンですね。本当はチャプター3まで入れられたらいいなって思ったんですけど、それはちょっと難しそうです。はい。で、次こっちにシーグリとかそこら辺の特典とかを入れてるバインダーなんですけど、ここにオングリも入れてたはずなので、どこにいるかな、ここに続きで入れていこうかなと思います。が、あとここですね。そっか、これオングリがそんなにレートが爆上がりすると思ってなくって、普通の収納で入れてたんですね。じゃあこの続きはこの小原さんのやつを入れて、で、1枚新しくあれを追加して、リフィルを追加して保湿ケースで入れようと思います。次のオングリもね、比較的みんなが好きそうなビジュアルなので。はい、まずオホラーさんのトレカ、じゃあ1枚リフィル追加したので、そこに第2弾の
おんぐりさんで集めたものを年齢順に入れていこうと思います。ということで、今日は何本の動画にできてるか分かりませんが、作業としては1時間ちょいぐらい使ってあのヘローのアルバム系のものたちを中心に収納していきました。はい、疲れたので終わろうと思います。またあの他にもいろいろと収納しないといけないものがまたたくさん来る予定はあるので、まあ、とりあえずこのタイミングで綺麗に来てよかったなと思います。皆さんの、暇な時間のお供になれば、退屈な時間のお供になればいいなと思います。では本日の動画は以上です。トレジャーのコンサート行く方はぜひ楽しみましょう。ありがとうございました。